はい、皆さんこんにちは、亀鉄です。まもなく野田線七里駅ですが、おっと立派な橋上駅舎部分ができてまして、南北両方の出入り口も作られております。2面2線の対向式ホームの七里駅もいよいよ橋上化されるということで大詰めになっております。今回は9月2日の様子と約1ヶ月後の10月1日の映像を交えましてお伝えいたします。もうかなり出来上がってますので必見ですよ。では9月2日の時点ですね、大宮から各駅停車に乗ってきまして七里で降りました。この先次が岩槻ですね。はい、エレベーターがあります岩槻駅。現在は2面2線の対向式ホームが跨線橋でつながっている状況です。階段とは別の場所にエレベーターがあり、行き来することができます。この電車各駅停車で次が岩槻ですね。なお七里駅にも保守用車を置く場所がありますね。はい、ではこの日の七里ウォッチングのスタートです。この位置に側線がありまして、保守用車を入れることができます。といっても1線分なんですけどもね。そして裏見ますと、ここに階段があり、現在北側を工事中です。このエレベーターで現在の跨線橋に上がることができます。岩槻の方へ向かうホームには改札口がありません。大宮方面に向かうホームにのみ改札口があります。まあ、東武のね、昔ながらの配置というか、まあ、一般的なね、駅の作り方ではあるんですが、さいたま市の助成を受けまして、まあ、協力ですね、白いね、新しい橋上部分作っております。でこちら側が既存の跨線橋で、大宮方面のね、ホームに移ってから改札口出るという状況ではあったんですけども、今ですね、上屋根とかも工事してますね。これ増強してるのかな。まあ、以前からね、ここの部分屋根が大きくなりつつはあったんですけども、白いフェンスで囲われていて、駅名標はこれ仮設であるのが分かりますよね。その奥の部分も屋根の、まあ、ちょっと幅が足りなかったところとかね、付け足しているようです。あの大宮方面行きのホームもね、屋根がちょっとは違うの分かります。継ぎ足し構造になってますね。結構東武ってこういう継ぎ足しでやるの好きですよね。まあ歴史が長いっていうのと駅数が多いんで、全部丸々ね、変えられないんでね。でここの部分今工事してるの分かりますかね。まあ、白いフェンスで、ね、中がちょっとまだこの時は見えなかったんですけども、この後の10月1日の、場面では白いフェンス撤去されておりまして、おーおーおーっていう状況が見えますので、まずね、先に9月2日の方をお伝えしようかと思います。ここの部分、あの角度を見ると階段がね、作られてるのが分かりますかね。橋上駅舎立派ですよね、これね。現代の東武クオリティはダサい玉とは呼ばせないという感じでね、非常にいいかなと思いますね。この日はね、工事ではね、大詰めというところでした。まあ、春日部駅の仮駅舎もこれに近い感じになるのかなとは思いますけどね。今もう工事してますけど、ただこちらのね、七里の場合は本節なんで、さすがに気合の入れようが違うって感じです。何しろね、壁もね、クリーム色で綺麗に塗られてますし、いやいやいや、綺麗な、ね、駅舎とホームのね、屋根をね、幅広くしたりして、シャレオツなアーバンパークライン空間を作っております。でこちらがね、以前、全くね、まあ、開発されていなかったような反対側、地図でいうと北側に当たる部分ですけども、今造成しておりまして、こちら側にはね、現在は改札口はないんですけども、こちらにも改札を作るというところでね、まあ、あの携帯としては、あの岩槻駅に近いですかね。岩槻もね、以前はね、南側にしか改札なかったですけども、橋上駅舎化することで北側もね、開発されて便利になりました。七里もそのようになるんじゃないでしょうか。で以前のね、駅舎があった部分とか、あと東武さんの関連会社のね、建物があった上り線側、このね、山崎デイリーストアの近くにあったんですけど、それはでもすでに撤去されておりましてね、このようにね、橋上駅舎のね、出入り口を作っているというところでございます。急行が通過しますね。
で、このように、ね、上下線でちょっとだけね、位置がずれているのが南里駅の特徴です。結構爆音で通過しますね。おそらく最高速度の100キロに近いスピードで通過するんじゃないでしょうか。七里駅ですね。で、上り線側の方の出入り口の部分、これエレベーターだと思うんですけど、もうすでにね出来上がっているようですね。ただまだ使えませんけども、この部分は以前はね、あの駅舎が、地上駅舎があった部分ですね。そこは撤去されておりまして、今仮設のね改札口になっております。この列車は大宮方面行きの列車ですね。出発していきます。この七里の駅の場所見ると直線なんですよね。非常に見通しが良くてね、東武の野田線の中ではスピードをね比較的出せる場所というところでございます。で、屋根がねほら継ぎ足しになってまして、いかにも新しい部分が右側、左側はね以前からある部分ですよね。この白いフェンスで囲っているところが橋上駅舎に上がる部分ですね。で、今こちらは跨線橋、古い部分ですね。岩槻寄りにあります跨線橋を登ってきました。冒頭に出たエレベーター上がってきますと、今の位置から上がってきまして、こちらもね階段もしくはエレベーターで大宮方面行きのホームに降りていきます。で、階段降りたところに改札口があります。なのでね、大宮方面から来た場合は必ずこの跨線橋現在は渡らなきゃいけないわけですね。で、エレベーターはありますけどエスカレーターがないんで、うん、まあエスカレーターもあるといいんですけどね。新しい駅舎にはおそらくエレベーター付けられるでしょう。はい、改札を出てきました。こちらが現在の七里駅の改札です。まあ仮設感満載ですけども、まあ別にね仮設だからってね、まあ、貧弱なわけではなく、しっかりした機能を持っております。そして現在この映ってるのが橋上駅舎ですね。実は七里駅、これより以前にも動画撮影してるんですけども、しっかりしたものが出せてなかったので、今回このように作っております。以前撮ったものもどこかでねお披露目したいなぁと思っておりますけども、ほらなかなか立派ですよね。野田線は全体的に現在車両塚計画進んでまして、まあ、その一環でね、まあ名前からアーバンパークラインってしてますけどもね、結構揶揄されてね、野田線だろ、何がアーバンパークラインだとか言われてましたけど、いやいや後からねこういう風に車両塚計画を進めております。自治体さんとも協力して、なのでね今なんか野田市駅も綺麗にしてますしね、まあ、七里も綺麗になるというところでございます。ほんでですよ、すごくないですか、ガラス張り、空映ってますよね。感動しますね。あの歩いてる方もあれこの七里駅みたいな感じになっておりますね。この通路の部分も綺麗ですよね。もうガラス素晴らしいね。こう空の青があんだけ反射するガラス、マジすごいなと思いました。はい、このような感じ。うん、まあ現在の野田市駅のね車両つな何ですか、駅舎にも近いね、なんかニュアンス通じるものがあるかなと思います。そして10月1日です。はい、白いフェンスが取り外されたと思ったらばこんな感じになっておりました。上り線側もね取り外されましてね、北側のね造成部分も見ることができます。そして何よりね階段とねエスカレーターが見れるようになりました。もうねあとは撤去されるのを待つばかりというこの青いフェンス、時刻表も完全に仮置きですよねこれね。そしてこれ駅名表をあそこにつけるんだなというところです。そして階段とエスカレーター、そしてこのグレーのやつ天井から吊り下がって何かなと思ったら新しい LED 表示表なんですよ。というところですね。いやいや、上り線側も同じように設置されております。こちらがね、あの古い部分なんですけども、まあ、あの古い跨線橋はね、おそらく取り壊されてしまうので、まあ、2つが併存しているのは今のうちというところですけども、ね、なかなか綺麗で、ほら、これですね。新しい LED 表、グレー基調なんですね。野田線アーバンパークラインのグループの駅にもこのように、設置されていくということで、非常に嬉しい限りです。で、ホームのこの幅もね広がってますよね。うん、この青いフェンスが取り外されれば、
非常に歩きやすくなるんじゃないでしょうか。そしてエレベーターもあります。しかもこのエレベーターがね、上りとね下りでね扉の色違うんですよ。下り側はね青いエレベーター扉で、上り線側は赤いエレベーター扉なんですよね。これはなかなかデザインが、いわゆるユニバーサルデザインってやつですかね。さらに進んでいきます。橋上駅舎部分の下ですね。そして北口側をかなり開けてきております。ロータリーも整備しているようですね。いや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 、七里再開発ね、いいですよね。こんだけ綺麗だとね、なかなか。そしてホームは大宮方面に多分これ伸びる、伸ばすんじゃないですかね。この部分が旧ね地上駅舎あった部分で、まだちょっとね土台が残ってますけど、これをね大宮方面行きのホームも少し延長すると思われます。はい、こちら側にも駅名表と LED の、ね、発車表ねついております。これが階段、こっち側も立派。でもこっちはねエスカレーターついてないですね。うん、反対側も同様です。ホーム延長しそうな感じしますよね。はい、大宮寄りのねホームタウンですけども、出入り口見ることができます。まだ使用はできないんですけどもね、ロータリーを造成中です。こちら側の新しく作ってるロータリー側の出入り口も窓ガラスが大きいと、まあ開口面積広いですよね。いや、どんどんおしゃれ化していく東武アーバンパークライン、今後も情報を伝えていきます。チャンネル登録、いいね、評価お願いします。今回もご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。